朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円。待ち合わせの場所はここら辺かな。いいですか、今インタビュー。タップルで待ち合わせてるニャンタロアットテスト期間のため不定浮上さんですか？全然違う。どこにいんだよ、じゃあ。いいですか、今インタビュー。彼女が来るまでならいいですよ。お名前を伺ってもいいですか？漆黒のジャバです。格闘技経験ってのは？格闘技ならスマブラやってますね。はい。現役の選手？いえ、お金がなくて任天堂オンライン最近入れてないんで2ヶ月くらいやってないですね。どうやって朝倉未来選手に勝ちますか？ルイージの横スマで脇腹をこうスコーンと。悪さがにじみ出てるね、顔に。こいつは確かにね、目つきに出るじゃん。やっぱ第一印象重要だから目元キリッとしとこう。どうもどうも。あ、黒マスクに黒いサングラスに黒い T シャツだから、待ち合わせのニャンタロアットテスト期間のため定浮上さんですか？ええ、まあじゃあどうやって勝つの？だから学校に一人はいたじゃないですか、廊下すれ違うたびに脇腹テイヤーってついてくるうざいやつ。あんな感じみたいな感じでルイージの横スマで脇腹をスコーンとやりたいと思ってます。喧嘩とかで失神したことある？スマブラの話か。ありますね。喧嘩で負けてる人が俺に勝てると、その辺の喧嘩自慢に負けてるやつが俺に勝てると。いやでもマジでうちの向かい側に住んでる小学生のケンちゃんマジ強いっすよ。俺が一緒にされたくないんだよね。同じレベルで見てんじゃないかっていう。物が違うからね、他の地下学連中と。パンチも蹴りも重さも速さも。重さも速さも違うの？いや、それあんたチーターやん。今からやる、ここで。こんなとこでスマブラやるんですか？まあ、いいっすけど。じゃあ、グローブがあります。グローブしてコントローラー握んの？ガチ勢の方っすね。スマブラ？待て、スマブラ、やばい、まあ、あんなもんでしょ。